先制的自衛権とは、他国からの武力攻撃が発生していない段階で、すでに自国に差し迫った危険が存在するとして、そのような危険を予防するために自衛措置を行うことができるとされる国家の権利である。しかし、法律するように、国際法上国家にそのような権利が認められているかについては未まだ、学説上も争いがあった。歴史上自衛権は19世紀以来、 国際監修法によって認められてきた国家の国際法上の権利である。1945年に署名、発行した国連憲章の第51条には武力攻撃が発生した場合に国連加盟国が個別的または集団的自衛の固有の権利を有することが明文化された。国連憲章第51条を一家に引用する。この憲章のいかなる規定も 国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を取るまでの間、個別的または集団的自衛の固有の権利を害するものではない。国連憲章第51条より抜粋。同憲章制定直後から現在まで主に自衛権行使の対象が他国の 武力攻撃に限られるのかという問題と自衛権行使を正当化し得るのはその武力攻撃が発生した場合に限られるのかという問題について意見が対立してきた。ただしいずれの立場も武力攻撃が発生しそれが攻撃を受けた国にとって真に窮迫したものであれば自衛権行使が容認されるという点では基本的に一致している。先制的自衛権を肯定する見解は 上記国連憲章第51条中の固有の権利という文言をより重視し、国連憲章制定以前から国際監修法上認められてきた国家の固有の権利に基づく自衛権行使は武力攻撃が発生した場合に限られたものではなかったとし、憲章第5。このような立場からは自衛権は国家の重大な権利であるためこれを制限するにあたっては、 限定的な解釈をすべきとされる。19世紀以来の国際監修法によれば、自衛権行使が容認されるためには、他国による侵害が差し迫ったものであるという、急迫性の要件となされた、自衛措置が他国による侵害と釣り合いの取れたものでなければ、ならないとする、均衡性の要件が必要とされてきたが、これらの要件を満たした上で、 特定の攻撃が急迫していると信ずるに足りるだけの合理的理由があれば他国による武力攻撃が発生していない段階でなされる先制的自衛措置も国際法上許容されると指摘する。ただし、ある軍事行動を行った国が先制的自衛権行使を主張したとしても実際にそれが急迫性と均衡性を満たす正当な自衛権行使であるかどうかの判断は 最終的には、先制的自衛権行使と主張する、軍事行動を取った国が単独でするものではなく、国際的な判定に委ねられるべきものであるとも言う。先制的自衛権を否定する見解は、国連憲章第51条中の、武力攻撃が発生した場合という文言をより重視し、武力攻撃が発生していない場合の自衛権行使否定する。こうした見解によると、 確かに19世紀以来の国際監修法においては、武力攻撃が発生した場合に限らず国家の重大な利益に対する侵害に対して、自衛権行使は容認されてきたが、国連憲章第51条の武力攻撃が発生した場合というも、こうした見解によると、歴史的観点から見ても自衛権は、 国連憲章起草以前に制定された不戦条約からすでに武力攻撃が存在する場合の反撃措置として位置づけられてきており、そのため憲章起草の段階でも、なおかつての自衛権がそのまま維持されてきたのかどうか疑問視する。また安易に先制的自衛権を認めることはそれ、自体が自衛権の乱用を招きかねない危険なものであるとも指摘する。 カロライン号が攻撃された様子。ジョージ・タタアソリ作。カロライン号事件は1837年12月29日に、当時イギリス領であったカナダに停泊していた、アメリカ合衆国戦績のカロライン号をイギリス海軍が吸収した事件である。自国民の殺害などを理由にアメリカはイギリスに抗議。したが、イギリスはイギリスからの独立を企てていたハントが、カロライン号を雇っていたとして、 イギリスの正当な自衛権行使であると主張した。しかし、アメリカ国務長官のダニエル・ウェブスターはイギリスに対し、カロライン号への攻撃が、必要性と均衡性の要件を満たすことの証明を要求し、最終的に、イギリスの陳謝によって事件は収集した。この時ウェブスターが証明を要求した、必要性と均衡性の要件は後に、 国際監修法上の自衛権の要件として確立していったが、このウェブスターの主張は、旧白性と均衡性の要件を満たすことができれば正当な自衛権行使とみなしうるとするものであり、この立場に従えば、武力攻撃が発生していない段階でなされる先制的自衛措置も、旧白性と均衡性の要件を満たす限り、国際法上容認されるとする見解もある。 イスラエル軍航空機の爆撃経路1981年6月7日にイスラエル空軍の航空機がイラクのバグダッド近郊にあった原子炉を爆撃した事件である。イスラエルはイラクが近い将来イスラエルに対して核攻撃をすることが予見されたとして、この爆撃を前制的自衛権の行使として正当化を試みたが、同年6月19日に イスラエルのこの軍事行動を違法なものとして非難する国際連合安全保障理事会決議487が決議された。AB 筒井217ページ。AB 山本732ページ。ABCDE 杉原457ページ。ABCDE 正治450ページ。a b 筒井1 6 7ページ。 A.B. 杉原456ページ。ABC 杉原456から457ページ。ABC 山本732から733ページ。コテラ450から451ページ。ABC つつい55ページ。AB つつい12ページ。ありがとうございます。